もこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さあて今週の新機体は、ソ連が起こらないとロシステム搭載機、セフィランサスの下格闘と優秀なデルタ一族の血が化学反応を起こす。残り時間は有意義に使わせてもらう。はい、今週の新機体は UCMSV からガンダムデルタ海が実装。レア度星4つです。ということで目玉機体な扱いとなっておりますね。7ステップ目でデルタガンダム怪盗オーバーチューンビーム装甲が確定で手に入る。ステップアップガチャを回していくよ。70連目で見事デルタガンダム怪盗ビーム装甲をゲットしました。デルタガンダム怪は650コストの汎用機。そしてオーバーチューンビーム装甲の効果はこのようになっておりますね。機体チェック。ガンダムデルタ怪は、デルタガンダムとデルタプラスのデータをベースに開発された機体。パイロットの脳内を強制的に書き換えるという怖すぎるシステム。ニュータイプインジェクショントレースリフォームドオールドタイプ。ナイトロが搭載されており、これにより一般パイロットでもサイコニャシステムが使用可能に。武装チェック。武装はロングメガバスター、ビームサーベル、60ミリバルカン砲、ビームキャノン、ハイメガキャノン、プロトフィンファンネル、そしてシールド。ロングメガバスター、弾弾式の即よろけ射撃。弾数は4発と少ないですが、クールタイムが5秒と短く取り回し良好。ビームサーベル、連撃制御により2連撃が可能。下格闘は2段格闘で 85% 2回の 150% 格闘。下の追撃に下2段は厳しい模様。60ミリバルカン砲、一発の威力が重めで25発ヒットで蓄積よろけ。リロードが13秒とバルカン系にしてはリロードが長い。ビームキャノン、ノンチャージでは威力400を4点バーストで発射。だいたい11連射ぐらいでオーバーヒート。フルチャージは即よろけの威力2000ビームに変化。フルチャもノンチャもヒート率が軽め。ハイメガキャノン、フルチャージしないと放てないです。ビーム系並走。ファンネルやらなんやらで溜めているのか全然見えない。チャージ時間は10秒、威力1400を6段、とで合計威力は8400。デスビーム系にしては威力が抑えめ、強よろけと貫通効果がありますね。本機は変形することが可能。変形時の武装は通常時と併用のロングメガバスター。変形専用のビームキャノン、そして変形専用のハイメガキャノン。ビームキャノンとハイメガキャノンはスラスター射撃が可能。カウンターは蹴り、いわゆる強カウンター。追撃時間が長い。本機はアーマー値が 50% を切るとナイトロが発動。機動力が向上し、プロトフィンファンネルがダッシュロックオン及び射出が可能になり、なんと3段から5段攻撃に消化。また、高性能カウンターレベル2によりアーマー 50% 以下の際のカウンターは特殊カウンターに変化。それでは実戦の方行ってみましょう。ガンダムデルタ海、廃墟都市の暗雲を変形で切り開く。本機は変形中、スキル衝撃吸収機構により、即よろけを緩和。また、新スキル変形補強機構により蓄積よろけを軽減。変形中の機動力も高く、そうそう落とされない変形機構となっておりますね。そう、本機は変形が非常に重要な機体。この位置取り、見えるぞ。かられるのは貴様だ。読むくんだなぁ、これが。本機は補正も武装も射撃より、格闘で火力をガッって感じではないですが、発生の早い有無を言わさぬ下格闘でダウンを取ることができるので、得意ではないインファイトを、下格闘でとっとと寝かせて裁くことが結構できますね。変形は変形最適化制御機構により、非常に低燃費。このスキルがあるとナイトで変形の使用感は全くの別物。さらにハイブーストラムアタックにより一定時間スラスターを復活とさらに加速。ラムアタックのダメージは固定3000ダメージになり普通に痛い。すべての変形スキルを集約したような感じですが、変形中は武装も強く、変形ハイメガキャノンは威力3300と高め、高速ダッシュしながらのハイメガキャノンビームキャノン連打タックルという、高火力コンボを、低燃費かつ落とされづらい変形で叩き込むことができるんですね。変形中は旋回が著しく低下する機体も多い中で、本機は変形時に旋回が向上。
敵を逃がさず捕まえやすいという利点もあり、今ですぜ。インファイトは下格闘とカウンターで捌き切る。また本気はメインウェポンが即よろけ射撃なので、変形開示から即よろけを叩き込む。ゼータプラス AH 型でおなじみの空中殺法もできますね。と、変形の説明から入りましたが、変形が本体というぐらいこの機体変形運用がおすすめ。アーマーが半分を切りましたのでナイトロが発動、おやすの脳内が書き換えられ、ナイトロ発動時はよろけリアクションを無効化、機動力向上、武装のチャージ時間、リロード、オバヒ大幅短縮、そしてファンネル大幅強化とかなり強めな性能。ファンネルをダッシュロック打ちできるのが、非常に使い勝手が良くなりいい感じ。同じ650コストの XS ガンダムのアリスと大違い、あれちょっと見直してもいいのでは。変形中はそのままでも全然チャージに支障のないチャージ時間ですが、ナイトロ発動後はさらにチャージ時間が短くなるので使用感向上。一方で通常形態時は基本ビームライフルからビームキャノンノンチャで追撃運用し、チャージする余裕がある時はビームキャノンフルチャからビームライフルという順で使っております。いやー、まあしかし結構頑張った。ナイトロ発動後はチャージの速さを活かし、ビームキャノンフルチャとビームライフルを高回転で回すことも可能。本気は通常時もスキルがてんこ盛りとなっており、ジャンプ中速よろけ射撃リアクションを緩和する墜落抑止制御や、空中でのスラスター消費が大幅に軽減される空中制御プログラムレベル4、さらに滑空飛行レベル4により空中での非蓄積よろけ値を軽減、通常時もとにかく空中を利用して欲しそうな機体になってますね。しかしダッシュ中の即よろけ射撃リアクションを緩和する、マニューバーアーマーを持っていなかったり、格闘は一種でチャージなしの即よろけも一つ、リバウト地に足つけてまともにインファイトするとボコボコにされると思います。リバウト張り合うなら相手の土俵で戦うのではなく、ナイトロ、変形、ファンネル、リバウの持っていない強みを押し付けていくのがいいと思いますね。とにかく変形を連打したいので、相手に迫られていない場面では、先ほどからわざとオーバーヒートさせてスラスターを急速冷却しております。ここ味方がスカーレットしたので引いてますね。引き性能は抜群、止めてみんな。無事下がれそうですね。この機体の変形は他機体に比べ本当に落とされづらく、理由はスキルによるものもあると思いますが、常時トップスピードで動いてることもあると思いますね。スラスター射撃が有能すぎる。攻め時を探ってます。残り時間はギリギリ使わせてもらう。このプレッシャー。支援機データのハイメガを見事かわしました。機動力が可能にするアクロバティック。リバを始末してもスラスターはまだまだ十分、戦場を飛び回り続ける。まあ、こんな感じの機体なので、変形が活かせるステージじゃないとポテンシャルは発揮できなさそうです。なにこれ、ダメージしょっぱいな。これは多分ガンダムデルタ界のハイメガキャノンですね。ナイトロシステムの恩恵ダッシュファンネルからの即よろけ侵食した格闘。今のは機体性能をかなり活かした感じありますね。これは脳内書き換えられてる。さて、本気の機体性能を見てみましょう。アーマー値は平均値を1200下回る18500。防御補正は均等型で、合計値は平均値を9下回る63と、防御性能は割と低め。しかしよく仕事をする耐久値5500のでかいシールドと、サイコメには 10%、ハイブバインダーには 15% ダメージをカットする干渉剤がついており、タイビーム盛りをして、格闘を振らせなければそこまでもろく感じませんでした。一方で攻撃補正は射撃より、合計値は平均値を4上回る70。通常時の機動力は高速移動が遅めで旋回が高め、まあおおむね平均値ですね。もろたでー。これはカウンターチャンス。いやあ、そこは格闘でしょ。カリーンさん頼みますよ。時間的に撃墜してほしい。ナイス。これでまだ戦えますね。味方が拠点爆破解除しているので、前線で敵を引きつけ足止めをします。このラインから入らせなければ解除ワンチャンある。逆にこれ以上侵入されるとボコされますね。残り20秒、耐えきれるか？味方がめっちゃ前に出て抑えてますね。この状況のそれは非常にいいと思いますよ。解除班、頑張れ。解除成功、ナイスすぎます。ガンエゴやりたい、でも PC 持ってない。そこの君、チームバトルが熱いバトルオペレーション、やってみないか。
最後は激乱射手のミーゴンを敵にぶつけていくんいきますよ、せーの、成し遂げたぜ。通常時は微妙、変形中はガチ、ガンダムデルタ界でした。活躍の秘訣は寝ても覚めても変形。今回のカットインイラストはサンタ氏が描いてくださりました。それでは今回はこの辺でー。